再び小田原先生に伺ってみると、生活習慣によってこの GLP-1 の出方が違ってくる可能性があります。え、それって生活習慣を変えれば痩せるホルモンが多く出るってこと？まさに太っちょに朗報です。では一体どんな生活習慣が良いのでしょうか。食べ物で、を刺激することによって、GLP-1 がより多く出てくる可能性があります。そう、先生は食べ物で体のある部分を刺激すれば痩せるホルモンが大量に出る可能性があるというのです。果たしてその体の部分とはどこなのか、この後スタジオで解説していただきます。このルーレットすごいな。小腸だったんです。皆さん、小腸とはどのような役割の臓器かご存知ですか？小腸の後大腸行くわけですもんね。小腸さん、いかがですか？小腸は全部の全身を司る多分才能が。そうなんだ。お前、小腸でいっぱいなの、お前の体。小腸って言いますと小さい腸で、大したことがない臓器のように思われがちですけれども、長さは6メーターぐらいなんですけども、それでもやはり臓器の中で最も長い臓器と言っていいかと思います。大腸はもっと大きい腸ですけれども、主に水分の吸収というのが、その重要な働きで、消化吸収で非常に重要なのがこの小腸ということになります。先生、この小腸を食べ物で刺激するってのは どうするんですか。太いやつを飲み込むってわけじゃない。どうやったら GLP-1 が出る？この GLP-1 というホルモンは小腸の中でも下の方にその分泌する細胞が多いんですね。ですから小腸の下の方まで到達するようなものっていうのが GLP-1 をより刺激するもの、消化しにくいものがいいってことですね。そうですね。 GLP-1 を刺激する食べ物っていうのはたくさん実はあります。ですけども、より刺激しやすい栄養素が2つあるんです。知りたいわ。はい、ということで小腸を刺激して痩せるホルモンを効果的に出す2つの栄養素、まず1つ目はこちらです。なんだ。小腸を刺激して痩せるホルモンを効果的に出す栄養素、2つのうちまず1つ目は食物繊維です。あと一品食べれば不足分を補える食物繊維 5g の料理を探せ。こちらはごく一般的なメニューですが、含まれる食物繊維の量は大きく異なります。この中から一皿で食物繊維1日の不足分 5g を補えるものを選んでみてください。ちなみに正解は一つだけでなく複数あります。どういうの？なめこおろしっての。大根ですよね。だから大根もあるし、アボカド、マグロ。アボカドいっぱいありそうだな。アボカド、油もありそうだね。その分ね、私刺激っていう部分で言うと、もずくすかな。もずく、私はもずく。もずく、やみさん。いや、私ひじきの煮付け。やっぱりすごくこう、体に良さそうなので食物繊維も多いだろうとも思いますし、きんぴらごぼうかな。じゃあ私、皆さんが行かなければこれいきますよ。バナナって意外とあれってなんか繊維多そうな気がするじゃないですか。じゃあバナナだけでいいじゃないですか。なぜパフェなんだ。なぜパフェなんですか。あるのかな。じゃあ正解見てみましょう。はい、では食物繊維の少ない順にランキング形式で発表します。いや、意外と9位はもずく酢。ちょっと8位はバナナパフェ。7位は冷やしトマト。6位はなめこおろし。あれ、あんみつ残ってる。じゃあ寒天だ。5位はきんぴらごぼう。4位は合格圏の 5g を突破、あんみつで 5.2g。 3位は
かぼちゃの煮物 5.3g。 2位はひじきの煮付け 5.8g。 そして1位はアボカドマグロ 8.0g でした。あのアボカドは食物繊維非常に多くてですね、1個で8グラムぐらいですから、要は1日の必要量の半分ぐらいが1個取ると取れます。カロリーは高くないですか？カロリーはそうおっしゃる通りでかなり高いです。ですから1個食べると280カロリーぐらい。それは気をつけていただいた方がいいと思います。ベルピンは出るけど代わりに、そうです。ですから例えばひじきみたいな、カロリーが ほとんどゼロで、なおかつ効率的に食物繊維が取れるようなもの、これはまあ非常にいいですね。かぼちゃもじゃあ多かったね。3位ですね。こういうような野菜でもさつまいもとかかぼちゃとか、熱をかけて料理をしないと食べられないようなものは元が硬いものが多いんですね。硬いということは食物繊維が豊富なものが多いですね。下まで届く。では痩せるホルモンを効果的に出すもう一つの栄養素とは何なのでしょうか。実はその栄養素を含んだマル秘食材を毎日のように大量に食べている町があるというのです。その町があるのは東北は山形県の中部です。私たちはその町へ向かい、地元の人々がどんなものを食べているのか調査することに。到着したのは山形県の村山市。人口25,000人、山々に囲まれた一見普通の町ですが、果たしてどんな特別なものを食べているのか、早速町の中心部にあるスーパーで調査開始。痩せるホルモンを出すマル秘食材の正体、なのこれ、それこそが教えて何、サバの水煮缶。そう、痩せられる健康ホルモン GLP-1 を無理なく効率的に出させるのは、このサバの缶詰に多く含まれている EPA という成分なのです。特にサバのような青身魚の脂が乗った魚というのは EPA、DHA がたくさん含まれていますので、魚に含まれている EPA がこの GLP-1 を出す、細胞に働いて GLP-1 をより出しやすくなっている可能性があるんですね。私たちが EPA を含む食品を食べることで、EPA が小腸で GLP-1 を出す細胞を刺激すると、普段より GLP-1 は多く分泌されるようになる可能性があるというのです。こちらをご覧ください。イクラ、マグロ、イワシにも EPA は含まれますが、なんといってもサバがダントツ1位。まして加工されている缶詰なら、さらに効率よく EPA が摂取できるのかもしれません。こちらの岩瀬さんもサバ缶が大好きという一人、食事の支度を拝見させていただきました。サバ缶はどうされるんですか？これを強は美味しいの、これ強次。そう言うとお味噌汁の中へサバ缶を汁ごと投入。これが岩瀬家の定番お味噌汁なんだとか。さらにこの地方の名物豆腐、秘伝豆から作られる秘伝豆腐にも切り込みを入れサバ缶をぶっかけてしまいました。ツナ缶の代わり。薬味をかけたら完成です。サバ缶ってその1日でどれぐらい使います？私は食べる方がみんないる。じゃあ毎日食べますか？毎日は食べないけど、1週間に3回くらい。我々県のみんなに。し
かし、サバ好きは岩瀬さんだけに限ったことではありません。近所の気の置けない仲間と頻繁にサバ料理を食べる会を開くという岩瀬さん。そう、皆さんもサバが大好きなのです。そこで今回はそんなサバ好きな皆さんの痩せられる健康ホルモン GLP-1 の分泌を測らせてもらうことに。ご協力いただいたのはこちらの4名。岩瀬さんはもちろん、サバ料理を作らせたら岩瀬さんに勝るとも劣らない新田さん、そして同じくサバ缶大好き主婦の佐藤さんと中村さんです。果たして毎日のようにサバ缶を食べている皆さんの場合、痩せるホルモンはどれくらい増えるのでしょうか。まずは食べるのが専門という中村さんと佐藤さんから。果たして結果は。ほら、中村さん 65% でクリア。一方佐藤さんの方は、佐藤さんなんと 130% 超え、堂々の結果です。続いては岩瀬さんと並ぶサバ缶料理の達人原田さん、果たして結果は。余裕で基準値をクリア。するとどんどん上がっていきます。なんと原田さん驚異の 475%。 驚くほど GLP-1 が分泌していました。最後は少なくとも週に3回はサバ料理を食べる岩瀬さんです。果たして結果は。基準値を楽々とクリアし、なおも上がり続けます。結果はなんと岩瀬さん 500% 超えを達成。恐るべきサバパワー炸裂で GLP-1 が大分泌です。すごい。痩せられる健康ホルモン GLP-1 を活性させるサバパワー、皆さんもぜひお試しあれ。